おお、卵焼きですか。いただきます。あの、うん、おお、なんと美味しいのでしょう。おお、皆様おはようございます。スキシだあいつがおそらく群れのボス。奴を止めれば銃を使うしか。いや違うんです。武器を止める飛行を学んだことがありまして、下にも効くかなと思って。引かないでください。おお、早く来いよ。幸せ、これが私の青春の1ページ。心のアルバムを飾る大切な思い出。私のアルバムモザイクだらけ。いや、貸し切りは気兼ねしなくていいな。まったくですね。一緒に寝よう。え、いや、シルビア。照れてるんですか。おかわいいこと。このあまりに都合のいい状況、さすがに俺も自分を抑えられる自信がない。一体俺はどうなってしまうんだ。スピー。マザマ君、私あなたにとても興味があって。ええ。悪い。は？姉谷さんが俺のことを好きだってのは分かってる。あ、嬉しいんだけど、君の気持ちには応えられない。俺はひとみちゃん一筋だから。ごめん。なんで私が振られたみたいになってんのよ。そして精神を統一して剣を思い切り振る。はい先生。様が来てあげたわよ。クソ悪魔、私は今機嫌が悪いんだ。舐めた真似してるとその脳天勝ち悪さ。行けるから戻るまでにドア直しとけよ。どうするの。止まってくけど。けど何か忘れてるような。忘れるくらいだし、どうでもいいことなんじゃない。それもそうか。スピー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 ス。会長、なんで私のベッドに入ってるんですか。ベッドに潜り込む男がいました。信じられない。最低。今出て行ってください。あらら、やっぱりこうなりましたか。めちゃくちゃ耐えたのに、頑張ったのに。ドキドキお見舞い編。期末テストあるの分かるよね。分かるよね。赤点の強化があった場合、時によっては夏休みにも入る。遠征は物理的に無理なんじゃないかね。おい、どこにも逃げられないぞ。縁の下捕まえろ。はっ。赤点ってなんてんですか。そっから影山が息してません。シーナさん、何をしていらっしゃるのですか。バームクーヘンを食べてる。どうして。好きなの。好きで許されたら警察いらないんだよ。ちゃんと金払うの。あ、青山。あ、近藤君。すまん、本当にすまん。だから大丈夫だって。そ
それより、あ、お前のことだよ。真っ白って言うんだ。今年から美術科2年に編入してきて。そなたが初めての男子なの。それ初めてって何やの。男子って違う。おいしいな。お前、そなたが初めての人でよかった。はぁ、待ってくれ青山。私ばかりだったから仲良くなった男子はそなたが初めて。それを先に言え。日向、そこまで思い詰めなくても多分大丈夫だよ。俺、小テスト2桁以上の点数ほとんど取ったことないですけど大丈夫ですか。え、おい、お前ら菩薩顔やめろ。先生もしっかりしろ。阿鼻教官、こんな奴らより手強いぞ。はい、わかりました。気をつけつつ少しも油断せず、まず倒す。今まで、はい、頑張ります。珠代様、あいつらをおとりにして逃げましょう。冗談です。待て、吸血鬼め。ヒレジ、お前の美意識に触れたい。何言ってんだ貴様。はあ、ひないちくん。チンチン。どうしたんだ、急に男子小学生みたいになって。チンチン。ひないちくんだよ。かかるとワイ男子が話せなくなるんだ。なんと面白、恐ろしいやつだ。藤原先輩、エコー、成功、高速。ちっとも懲りてない。安心します。どこで帰るの、そのずぶとさ。そんでバレて逆に利用されるとか一番恥ずかしいやつ。おかしいですよ藤原先輩。いないね。だってお見舞い来たかったじゃない。死にたいので帰ります。そうですか。でも死なないでくださいね。よし、当てたら殺される、当てたら殺される、当てたら殺される。はい、あ、うん、そのためには避けて通れない道。いざ。へいらっしゃい。ガブリン。あざした。天馬くん、今お客様に何かしなかったかい。殴って店の外に捨てました。殴お前ら、うちの寺に何する気じゃ。うちには車ないから何にもならん。どうしたもんか。そうだ、うちの車で送って差し上げればいいじゃない。会長、よろしければ。ん、あれ、それってドライブデートじゃん。二人きりではないが、かぐや基準ではこれは立派なドライブデートに当たる。すなわち。ねえ、痛いです。これじゃ私がデートに誘ってることになるじゃない。どうした、シノニア。いえ、なんでもないです。あの、嬉しいのはいいんですけど、抱きつくのとかやめてもらえませんか。いい男と女は8秒目が合えば恋に落ちると聞く。だが俺は落ちない、恋などしない。俺は